ゆうちゃまの語らせてくれい。第5回目は未成年。どうもゆうちゃまです。このコーナーはですね、ゆうちゃまが今までに見たドラマを紹介しながら、ネタバレなしで語る。そんなコーナー。まあ、ラジオ感覚で聞いてってよ。もう5回目だ。5回となると、これはもう当たり企画でいいよね。これからもね、のびのび無理せず、この企画やっていくよ。今回語るのは野島三部作ラスト、未成年、高校教師。人間失格ときて未成年ですよ。ここまで来たかって感じ。ゆうちゃまはね、この作品19歳、20歳になる前に見たんですよ。これを未成年の時に見れてよかった。ぜひ若者に見てほしい作品ですね。今回はいつも以上に熱く語っちゃうぞ。それでは早速行こう。ゆうちゃまの語らせてくれ。まずは簡単なストーリー紹介。高校3年生の戸川博人は同級生で野球部員の田辺純平、中学時代の同級生で暴力団構成員の坂爪五郎とバカをやったり、アルバイトで日々を過ごしていた。出来のいい兄辰巳にコンプレックスを抱き、何事も無気力で卒業後の進路も決まっていなかった。ある日、ひょんなことから知的障害を患う室岡仁、有名進学校に通う神谷勉と出会い、友人となるが、彼らもそれぞれ悩みを抱えていた。そんな彼らの抱える悩みや様々な事情が引き金となり、彼らは重大な事件を起こしてしまい、社会の注目を集めることになった。若者の青春群像劇ですね。若者ならではの悩みが登場人物それぞれにあるんです。それをみんなで助け合って解決したり、青臭くはあるんだけど、こんな関係にちょっと僕は憧れちゃったりしてね。一緒にバカやれる人ってなかなかいないじゃないですか。犯罪はダメだよ。法に触れるようなことじゃなくてさ、時にはバカやって、自分が苦しい時は一緒に助け合える仲間が僕も欲しかったですね。大学生のゆうちゃまはね、そういうのめちゃくちゃ感じます。友達はいるけどさ、いざ自分が苦しくなっても誰もこう助けてくれないと思うんですよ。みんななんだかんだ自分大事で自分に精一杯だし、家もそれぞれ遠いしさ、その距離感っていうのもあるのかな。近くにバカやれる友達が欲しいってわけじゃないんだけどさ、いなかったからこそそういう関係に憧れちゃうんですよね。まあ友達は大事にしていこうぜ。そんな話よ。次行こうか。人物紹介一覧ドン。まずはね、男性陣から語っていこう。この作品の主役、戸川博人役の石田一生。おじさんがね、若い子と結婚とかしてさ、気持ち悪いとか世間の人は言ってますけど、まあ気持ちはわからなくないよ。世間からどう見られるかって芸能人は人一倍気にしないといけないしね。石田純一さんと重ねて見てる人は多そう。でもドラマの演技とか見てるからかな、僕はそんな風にあんまり思いませんでしたね。確実にこのドラマとかやってた時期は洗練されたイケメンでしたよね。水木有沙とやってた放課後とかさ、同じく野島作品の聖者の行進、一つ屋根の下、リップスティック、マジで演技がいいんだよね。役柄はね、高校3年生の男子高校生です。兄にコンプレックスを抱くんですね。でも周りにいる友達に助けられたりすることもあってね。ヒロはね、自分の中での正義感っていうのをちゃんと持ってるんです。どんなことがあってもブレちゃいけない芯みたいな、社会の不満や問題に押しつぶされながらも立ち向かっていくんですよ。そんな高校生、僕はこのヒロの生き方はかっこいいって思うし、見習いたい。勉強や運動も兄には勝てない。でも必死に食らいついて今を生きてる、生きてるんですよ。それが戸川博人です。室岡仁役の香取慎吾さん、慎吾ちゃんですね。
シンゴちゃんの演技ってうまいよね。こち亀とか西遊記とかね、好きだったな、見てたな。今はソロで歌ったりとかね、アーティスト活動されてますけど、未だに元スマップじゃなくてスマップって印象がやっぱ抜けないんですね、僕の中ではね。なんでだろうね。お互いソロでやっぱ今でも見てるからかな。何らかの形で5人集まれたらいいですよね。役柄的にはね、頭に傷を持った知的障害者の役です。心優しい子なんですよ。本当にこの作品泣かせるのが、主要キャラは知的障害者だからってバカにしたりとか嫌な顔したりとか全くないんですよ。一人の人間として関わってて、レクちゃんって言うんだけど、レクちゃんの何気ない発言や行動が仲間たちの心の支えになったりしてね、本当にそれが涙出そうになるっていうか、もう純粋にいろんなことパッて言ってくれたりとか、それがこうゴローとかヒロの心の中に来たりしてね。僕はそういう体に大きな傷とかは持ってないけどさ、少しでもこの作品を見てその知的障害者の方の気持ちが分かってあげれたらいいなって思います。野島伸司さんが苦しんで作り上げたキャラだと僕は思ってて、僕は慎吾ちゃんの演じるデクちゃん大好きです。坂爪五郎役の反町隆史、来たよ反町さん。ビーチボーイズとか GTO より前の反町さんなんですよ。2年前くらいに知ったんだけど、いやちょっと遅すぎだと思うんだけど、松島菜々子さんが奥さんなんですね。美男美女だよ、これは誰も文句言えないよね。役柄的にはね、ヒロの中学生の同級生で暴力団の構成員をやってました。義理人情が熱くて嘘が大嫌い、ヤンキーって筋が通ってるんだね、こういうとこいいよね。五郎はね、不器用ながらに人のことを思いやって何かしてあげたりとかね。 GTO の鬼塚先生と似てる部分もあるかな。頭に血が上ったら人を殴っちゃうこともあります。でもその見てられない感じ、ヒヤヒヤさせてくれる感じが好きなんですよ。中身はね、そんな悪い人じゃない、熱い兄貴って感じで、こういう役ほんとハマり役だよね。反町さんマジかっこいい。神谷勤役は可愛いガモン、あんまり自分の見てる作品にはガモンさん見る機会とかないんですけど、ガモンさん YouTube に何本か動画を投稿してたんですよ。最近知ったんです、マジでびっくりした。未成年の主題歌ね、主題歌をピアノ弾きながら歌ったりした動画とかあって、もしよかったらね一度見てください。もう勝手に宣伝しちゃった。でもこの動画見てる人、未成年のドラマ興味あって多分開いてくれたと思うんで、こういう情報共有はありだよね。役柄はね、勉強がすごいできる優等生、東大とか目指すレベル、マジすごいね。お母さんにめちゃくちゃ期待とか溺愛されてて、だからなのかな、いろいろ物事を難しく考えすぎて勢い余った行動に出ちゃうこともあってですね、賢い人にこういう謎の思想っていうのはつきものなのかなって思いました。たまに理解できないことを話したりとかね、絶対お母さんの教育方針が原因ですからね。田辺純平役の北原雅樹さん、グレートチキンパワーズ、通称グレチキ、当時はお笑い芸人だったんですね。あのですね、その後は俳優業もされてたみたいなんですけど、ウィキペディアで知ったんですけど、自動車で飲酒運転したみたいで、それから芸能界を離れたみたいですね。今は飲酒運転撲滅運動をされてるみたいです。なんかこういうの見るといろいろ考えちゃいます。どうして飲んじゃうんだ、お酒で人生ダメになるのもったいない人が多いよ。知りたくなかったね。役の話するか。役柄的にはね、お調子者でスケベの男子高校生ですね。純平は思春期真っ盛りって感じで、当時でもこんなスケベな男子っているみたいな。ヒロとよくつるんでるんですけど、
いろいろ危ないことに巻き込まれそうになると逃げ出しちゃう、ちょっと弱いタイプですね。まあこれが人間なんですけど、友達のために人生までかけれないよね。この作品の中では一番平凡な人間かもしれないね。男性陣はこの5人だけでいいかな。他にもヒロのお兄さん役谷原章介さんとか、後で紹介するんですけど新村もかのお兄さんであり刑事宇梶さんとか、ちょい役で森本レオさんとか出てくるんだけど、語ってたら30分ぐらいになりそうだから割愛させていただきますね。語るのはこの4人だけでいいよね。まずは新村もか役、桜井幸子さん。この人だけだよ、野島三部作全部出たの。それもしっかり作品の中で重要キャラだし、いやー幸子ちゃんファンはね、3つともぜひ見てください。高校生役、先生役ときて、大学生役、一通りやってきましたね。役柄的にはね、大学生のお姉さん、主人公のヒロのね、家庭教師をやってます。ヒロのお兄さんのこの谷原章介さん演じる辰巳さんねの恋人であったりして、どうしてお兄さん選んじゃうんだよって思ったりしてちゃうんですけど、まあ、最後までこのドラマしっかり見てください。素敵なシーンたくさん出てきますので、誰と誰のとは言いませんが、さて誰でしょうね。この人もいろいろ抱えてるものがあったりして、人ってこんなに強いんだなってこのモカを見て思いましたよ。辛いことも全部受け止めて、そんなところがね魅力的なんです。あるシーンでね、雨が降っててモカが赤い傘をヒロの前に差し出すシーンがあるんですよ。そこでねヒロが、あなたが濡れるよって言うんですけど、そしたらモカが、いいの、私はとっても雨が似合うからって言うんです。そんなこと言える女性世の中にいます？急にすごいキュンってなっちゃって、そんな罪な女性です。安西佳代子役の遠野凪子さん、この作品での役どころ非常にハードだったと思います。辛いこともあったと思いますし、それで3年の間女優を休業したみたいで、僕が今ここで言っても何のあれにもならないですが、遠野さんには幸せになってもらいたいですね。それ以上僕に言える言葉が思いつきません。未成年に出てくれて、佳代子を演じてくれてありがとう。佳代子はね、ヒロや純平と幼馴染役でヒロに片思いしてる役でした。いろいろ家庭環境が複雑でね、あとはちょっと自分の口から言えません。有沙役を演じるのは浅丘美玲さん。いろいろな映像作品出てますね。何のとは言いませんが、五郎の恋人で大人のお店で働いてます。もうなんかこういうのダメなんです僕。悪い男に尽くしちゃう感じがもう泣かせるんです。何回この作品で泣いたらいいんだ。ヒロたちにもね優しくしてくれて頼りになるお姉さんですね。狭いアパートに住んでたけど、五郎と一緒に楽しそうに生活してて幸せだったよね。田畑ひとみを演じるのは浜崎あゆみ。あれ同姓同名って思う方もいると思うんですけど、あの浜崎あゆみですよ。90年代にね女優業もされてたみたいです。僕はね今の浜崎あゆみよりこの当時の方が好きなんですよね。まああんまり歌ってたのマリアくらいしかわかんないんですけど、当時の浜崎あゆみはなんか宝石の原石みたいな、そんな印象でしたね。役柄的にはね、お嬢様でバレエ教室に通う女の子、年齢は18、19かな。綺麗な瞳が良かったよね。今がそうじゃないってわけじゃないですよ。未成年の魅力、一言で言うと主張。この作品でね、校舎の屋上で一人の生徒が主張をするシーンがあるんです。そこが V6 の未成年の主張ってわかりますか？なんか屋上で小学生の子が下にいる子に向かって告白したりとか、重い気持ちを伝えるっていう番組あったじゃないですか。
あれのね、元になってるんですよ。若者が社会や大人に向けて自分たちなりの思いをぶつけることだよね。それってさ、今の世の中なかなか難しくなってきてて、例えば学力で人を判断したりだとか、社会のルールを守らない人は生きていけないとかね、そういう生きづらい世の中に若者が必死に立ち向かっていく作品だなって僕は思いました。だから声に出して自分たちの思いとかを何かしらで伝えられたらいいかなって思いますよ。それこそ僕なんかこうこそこそっとひっそりとドラマ語る動画なんか上げちゃったりして、世間はね今のドラマで話題になってるのに、未だにゆうちゃま昔のドラマの方がいいかなって思っちゃって、これも一つの主張ですよね。そろそろエンディングいきますか。エンディングのお時間がやってきました。いやー結構喋ったんじゃない。アカペラエンディングはカーペンターズで I need to be in love、 青春の輝きです。歌うの難しかった。電車でよく聞いてたんですけどね、歌うとなると難しかったよ。カーペンターズ兄弟で歌っててね、本当に綺麗な歌声なんですよ。どうしてこんなにも心に響くんだろうね。皆さんもね、ぜひ本家聞いてみてください。僕の何十倍、何百倍、何億倍もいいです。次回予告です。GTO 1998年版。ということはそうです。反町隆史の GTO です。楽しみだ、語るの。グレートティーチャー、鬼塚先生。語っちゃうよ。楽しみに待っててくださいね。それではゆうちゃまでした。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。最後までご視聴誠に誠にありがとうございました。 I'm fool enough to think us far apart